留学生1名に発表。留学生1名、赤澤千秋、はい、阿部浩太、体調不良にて欠席です。荒木志保、はい、石田香織、岩崎夏美、はい、上杉玲奈、はい、大地幸恵、はい、大谷愛、はい、川野舞子、はい、川野雅人、はい、菅明子、はい、工藤舞、はい、黒木里奈、はい、佐藤つぐみ、はい、佐野良子、はい、高野かなと、はい、高橋彩香、はい、伊達隆明、はい、津田かなえ、はい、遠山瑠美、はい、谷松慎一郎、はい、鳴海あかり、はい、藤田恵里、はい、松下かな子、はい、松田美優、はい、三股成美、はい、宮崎地方、はい、宮脇佳代、はい、山崎優希、はい、山本遥、体調不良にて欠席です。山並かなえ、はい、渡里田翔太郎、はい、渡辺恵里奈、はい、渡辺義弘、はい、以上34名でございます。作員長式辞、新入生起立。先の東日本大震災において被害に遭われた方々、また今もなお困難な避難生活をされておられる方にお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興を願って、我々佐伯市医師会も大分県医師会、日本医師会と連携をとって、今もなお被災地で救援の医療、災害医療、避難されておられる方に対する支援の医療、その医療行為に対して佐伯市会の方としてもできる限りの支援をしていくべき協力をさせていただいておるところでございます。本日入学された新入生の方々、まだ2年生の在校生の皆さん、どうか学院の自習課程を全うして、素晴らしい看護職の一員と皆さん方になっていただいて、予期せぬ災害医療、救急の大災害が起こった折にも、社会貢献、社会奉仕の精神を持って人の命を尊ぶ、そして進んで要請があれば出動していただくような、そういう素晴らしい看護師になっ
昨日は被災地の東北地方でもあなた方と同じように看護学院の生徒さん、学生さんがおられます。そういう東北の被災地でおいては看護学の授業、実地訓練を受けることができません。そういうような学生さんの受け入れを最近準看護学院の方にもいかがでしょうかという、問い合わせがございました。最近準看護学院の教務の先生方、本当にあなた方の指導でいっぱいいっぱいではあるんですけど、やりましょうという受け入れをご了解していただいて、学院を運営する我々佐伯市医師会員としても大変感激、感謝をしておるところでございます。さて、佐伯市の桜も満開でございます。また新緑がすがすがしく春の息吹を感じる本日、佐伯準看護学院48期生入学式にあたり、大変お忙しい中、西島佐伯市長様をはじめ多数のご来賓の方々及び保護者、各講師の先生方のご臨席をいただき、各門厳粛かつ晴れ々しく入学式が挙行できますことを心から感謝し、厚く御礼を申し上げます。34名の新入生の皆さん、あなた方は厳正な選抜試験において見事合格の栄冠を勝ち得たのであります。拝見しますところ、新入生の皆さん全員が夢と希望に満ち満ちて、大変素晴らしくいい顔に見えます。本当にご入学おめでとうございます。少子高齢化社会を迎え、医療制度改革も着々と進み、医療を取り巻く環境は変化し、医療看護の分野も日進月歩しています。医療保健介護の分野における看護部門の役割は大なるものがあろうかと思います。最近地域住民の方々も皆さんが看護の手を差し伸べてくれる日を一日先週の思いで待ち望んでおります。どうか患者さんの苦痛を共有し、喜びを分かち合い、感性豊かな準看護師に成長していただきたいと思っております。そのためにも、余暇がありましたら絵画等の芸術作品を鑑賞もしたい、スポーツも楽しみ、読書、感性を磨いていってほしいと思っております。努力する者にこそ幸せは与えられると言われております。あなた方の数多くの佐伯準看護学院の先輩たちは一生懸命と優秀な成績で卒業して、我々佐伯地域は優に及ばず、全国各地で大活躍をされております。今年の卒業生も素晴らしい、準看護師の検定試験にももちろん全員合格をいたしました。本日一緒に入学式に、
減らしていただいておる2年生の職務、2年生もまた素晴らしい。先日の全国の模擬試験においてはなんと全国で4番の成績でありました。看護師は学力だけが問題ではありませんけど、やはり知識、これも大事だろうと思っております。この実績と伝統を誇る佐伯淳看護学院もあなた方新入生は2年生と力を合わせてより一層充実発展をさせていただきたいと思います。私ども教職員も人命を預かる看護という専門職の重大な教育を重大な任務と認識をしております。我々一同一致協力して誠心誠意看護教育に邁進する覚悟でございますけど、ご臨席の皆様方のご指導ご協力をお願いいたします。特に私主にこの臨床能力のある看護師の育成のためにはやはり実地修練が大事だと思っております。本日ご臨席の臨時修練をお願いしております医療機関の方々には日々の業務多忙ではあろうかと思いますけど、どうかより素晴らしい臨床能力のある身につけた看護師育成のためにご協力をお願いしたいと思っております。最後に月並みな言葉でございますけど、ダイヤモンドは磨かなければただの石という言葉があります。新入生の皆さん方は本当に素晴らしい素質を一人一人持っております。どうか日々精進してダイヤモンドのように輝く素晴らしい循環主になっていただくことをご祈念申し上げて祝辞といたします。平成20の3年4月、佐伯淳看護学院。